以前 YouTube でアンケートを取った時、スピードエディターの次に興味があるデバイスとしてトラックボール、ロジクール M575 が上がっていました。今回そのレビューをしたいと思います。最初に結論からお伝えしておきますと、私はこのロジクール M575 を買ったものの、今は動画編集には使っていないです。その理由を含めて、そして現在何を使っているのかも合わせて紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、ではロジクール M575 の紹介をしたいと思います。見ての通りこちらですね、親指で操作するタイプのトラックボールになっています。ボール以外は回すと全くボタン配置が同じというのが特徴のデバイスです。大きさはこちらになっていまして、重さ 145g になっています。でこちらですね、はい、私が使っていますゲーミングマウス、ロジテック G402 との比較ですけども、大きさとしては 1.2 から 1.3 倍ぐらいの大きさの違いとなっています。まあ、ただ持った感じのフィット感はすごくいいです。でボタン配置ですけども、こちら親指のところにボールが配置されていまして、それ以外は5つボタンがあります。こちらですね、1,2,3,4 で、あとスクロールのボタン、合計5つのボタンがついていまして、このボール以外は通常のマウスと同じボタン配置になっています。で接続は無線接続のみとなっています。 Bluetooth も使えるのですが、専用のレシーバーがついていますので、それで接続が可能です。で背面のところ見ますと、電池を入れるボックスがありまして、こちら電源のスイッチ、こちら専用のレシーバーを使うか Bluetooth を使うかの切り替えができます。で価格ですけども、まあ、若干高いように感じますが、2年保証付きが約7000円です。1年保証というのもありますので、購入時には注意が必要となります。セール時には6000円ぐらいになることもあります。はい、でこちら設定アプリの方になりますけども、こちら3つのボタン、進む、戻る、ミドルボタンとありますが、自由に設定変更できるのはこの3つのボタンになります。でこれを押しますと、このように設定を変えることができます。でその他のアクションといったところで、まあ、他のアクションというのも選ぶことができます。まあ、このように、まあ、設定は自由に変えられるんですけども、3つしか変えられないというところで、まあ、少し自由度が高くありません。あとこちらポイントとスクロールを選びますと、ポインターの速度を変えることができます。はい、でボールの操作性なんですけども、マウスと比べると広い領域の行き来がすごく楽です。こうマウスを動かす必要はなく、このボールを転がすだけで画面内を自由に行き来することができます。まあ、特にマルチモニターを使っている場合は、このトラックボールを使うとすごく快適になります。まあ、先ほど説明しましたように、ボールを転がせばどこまでも移動ができるため、長い距離のドラッグが快適になります。でメンテナンス性ですけども、こちらボールですが、この後ろのところ穴がありますけども、ここ小指で押してあげると簡単にボールを出すことができます。でこの中に3点ボールを支えるところがあるんですけども、ここに手の石とホコリでここに詰まってしまい、ボールの回転が悪くなる場合があります。まあ、ですのでここを、まあ、こういった柔らかい布とかで拭いてあげると、その汚れを簡単に取ることができます。まあ、すぐに取り外しできますので、メンテナンスというのは、まあ、慣れればそんなに大変ではありません。でこちらのボール以外はマウスと配置が同じになっていますので、慣れるまでに時間がそれほどかかりません。まあ、長くても2日3日ぐらいで自由に操作するできるようになると思います。でこれに使い慣れますと、マウスには戻れなくなります。まあ、確実にトラックパッドやマウスよりも快適な操作感が得られます。実際マウスに戻れないぐらい気に入って使っていました。でも1点だけ私にとってどうしても気に入らない点がありました。でそれは何かと言いますと、マウスの繊細な動きが難しいというところです。でこちらボールなんですけども、まあ、ボールが小さく軽いため、こちら指を離した時にですね、マウスのカーソルがこれブレてしまうんですね。まあ、微妙な操作をしたい時にはこれがあるとちょっと使いにくいというところがあります。まあ、ただゆっくり丁寧にやればそこは大丈夫なんですけども、まあ、ちょっとこれやっぱり使っていると少し気になるというところがありました。そこで以前から気になっていたケンジントンの大玉トラックボールを購入していました。値段が高いのでかなり躊躇していましたが、思い切って購入に踏み切りました。結論から言うと、このデバイスを使うことで先ほどの欠点が見事に解消することができました。では続いてこのスリムブレードのレビューも行いたいと思います。とても素晴らしいデバイスですので、
ぜひ最後まで見ていただけたら幸いです。大きさはロジクールのトラックボールと比べると明らかに大きいです。でまた重さもあります。でサイズはこちらで重さが 405g もあります。まあ、このぐらいのサイズですと外出だけでは使うことはできないと思います。で接続に関してはこちら線つながってますけども USB Type-A の有線接続のみとなります。まあ、しかしながらもうすぐ Bluetooth 対応の製品も出るという噂も出ていますので、まあ、この辺は解消されるかなと思います。でボタン配置ですけどもこちらに大きなボタンが 1,2,3,4 つあります。まあ、こちらのボタンすべて設定で変えることはできるんですけども、左下が左クリック、右下が右クリックで、右上が中ボタン、左上が戻るボタンがデフォルトになっています。で値段の方ですけども、まあ、Amazon とかで見ますとだいたい1万円から1万4千円ぐらいの間で売られています。先ほどのロジクールの製品と比べますと値段は高いのですが保証期間が5年もついています。まあ、ですので長く使うことを考えますとそれほど値段の差はないと思います。はい、では設定アプリの方を見ていきたいと思います。はい、こちらのようにボタンが4つありまして、でしかもこの上2つとか下2つ、そして左2つ右2つ、この同時押しにも対応しています。でこれらに全て自由にコマンドを割り当てることができます。はい、例えばこの上2つボタン、こちらの設定を見ますと、まあ、このようにいろいろこう設定を変えることができます。これ見ると先ほどのロジクールに比べると多くのことができるようになります。アプリを起動したりとかもできますし、あとは定型文の入力もできます。はい、このようにまあ設定できる項目も全部で8種類ありますし、それぞれかなり細かい設定もできますので、ロジクールの製品よりもかなり自由度の高い設定が可能となっています。でポインターの設定の項目でポインターの移動速度を変えることができます。であとカスタムっていうところで設定すると、まあ、例えばオルトキーを押しながら移動すると速度を遅くしたりもしくは速くしたり、まあ、そういった切り替えができるようになります。でこの設定アプリのすごいところはこの加速を有効にするっていうのがありまして、これを設定すると、まあ、通常はこういう遅い設定でもいいんですけども、急にボールを動かすといった時に速く動かすっていうことができます。こういった感性をつけて移動させることができますので、繊細な小さな動きと大胆な大きな動きを同時させることができます。でボールの操作性ですけども、こちら見ていただくと分かるようにボールはかなり大きいです。で重さも十分ありますので、このボールを離した時にブレるということはほとんどありません。でこのように2本指もしくは3本指で調整することができますので、まあ、かなり細かい動きまで調整することができます。でこれと先ほどの加速を組み合わせることでかなり快適なマウスの移動っていうのが実現できています。あともう一つ面白いのがこのボールを横に回すとこのようにスクロールすることができます。まあ、ちょっと最初は慣れないんですけども、まあ、これも快適ですね。カーソル移動しながら回したい時にはもう慣れてくるとこんな感じで2本指とか3本指でこう回してスクロールすることができます。はい、でメンテナンス性ですけども、このボールこうやってすぐ取り外しができますので、まあ、すぐ布で掃除することができます。で使ってみての感想ですけども、こちらのデバイスは約半年くらい使っています。で私にとってはこれ完璧でもう手放せないデバイスとなっています。まあ、欠点としてはモバイル用途では使えないというところと、あと、まあ、かなり癖があるので慣れるのに時間がかかるというところです。で私の場合は使うこと自体はすぐできるんですけども、やっぱり慣れるまでにはすごく時間がかかりました。まあ、大体 2,3 週間ぐらいかかったような感覚があります。でも慣れるとすごく便利で快適な操作が得られますので、まあ、そうするともうマウスとかさっきのロジクールのトラックボールに戻れないという状況になります。まあ、それぐらい快適です。はい、では最後にまとめたいと思います。でここまで見ていただいた方には、まあ、結論大体お分かりだと思いますけども、まあ、操作性を重視して外出先で使わない据え置きで使うというのであれば、この大玉トラックボールのデバイスがとてもおすすめです。逆に外出先で使う人が多かったり、あとノート PC と併用して使いたいという場合には親指操作タイプのトラックボール、ロジクールのトラックボールがおすすめです。今回は私が購入したロジクールとケンジントンの2製品を紹介しました。この2つがトラックボール界隈では有名なメーカーですが、他のメーカーでもトラックボールデバイスがありますので、トラックボールの大きさや
設定アプリの自由度をポイントに決められると良いと思います。はい、でこの製品に関しては概要欄にリンク貼っておきますので、もし気になられましたらそちら見ていただければと思います。はい、もしこの動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。